はい、軽貨物運送業を展開しております行動会社おもてなし便代表社員の椎根義晴です。本日はですね、弊社とご契約していただいた S さんのインタビューを何回かに分けてお送りしております。 S さん、ではよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ではですね、おもてなし便を知って、すぐにご契約をされましたか？はい、横乗り体験を受けさせてもらって、ええ、それから研修も受けさせてもらって、ええ、でもう契約させてもらいました。そうですよね、はい、非常になんかスピーディーにパッパッパッと行っちゃった感じがいたしますよね、はい、ありがとうございます。ではですね、何が決め手となっておもてなし便とご契約をしてくださいましたか？まず最初は横乗り体験ができたっていうのは大きかったですよ、はい、ああ、なるほどですね、はい、あまりそういうところはなかったので、ええ、これは大きかったですね。あ、実際に体験してみて、はい、なんとなくいろんなことがご理解していただけたということですかね。そうですね、ありがとうございます。はい、ではですね、S さんのインタビューはまだまだ続くんですが、また、次回ということになります。はい、ということで、S さん、今回もどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。